イタリア中部地震は2016年8月24日3時36分にイタリア中部のペルージャ県のルチャ付近を震源として発生したマグニチュード6.2の地震。この地震で298人が死亡した。イタリアで近年発生した地震被害としては2009年に309人が死亡した中部ラクイラ地震に次いでイタリアで2番目の規模の死者数となっている。 発生時間は8月24日の3時36分33秒で、震源はノルチャの南東約1 0キロメートル、震源の深さは約1 0キロメートルである。ローマやボローニャ、ナポリでも揺れを観測した。震央はアメリカ地質調査所発表によれば、北緯42度43分23秒、東経13度11分17秒、 北緯42.723度統計13.188度42.72313.188イタリア国立地球物理学火山学研究所発表によれば北緯42度42分22秒統計13度13分23秒北緯42.706度統計13.223度4 2 7 0 6三3 2 2 3両者間の違いは 約4キロメートルであるが、前者の数値を取れば、ペルージャ県内、後者の数値を取れば、リエーティ県内となり、両機関の発表には、新大地名などに違いが生じる。欧州メディアの間では、アックウモリ地震やアマトリーチェ地震といった名称も用いられている。2016年8月から翌年に1月までの地震の時系列とマグニチュード分布本震と、 8月25日までの余震の震源分布本震発生から1時間後にも、ノルチャの北東 4km を震源とする M5.4 の余震も発生した。本震から2ヶ月後の10月26日には、マチェラータ県ビッソ近郊で M5.4 の地震に続いて2時間後に M5.9 の地震が発生。2度目の地震で多くの建物の壁が崩れるなどの被害が出た。 心臓発作で一人が死亡したが、他に死者はいない。一度目の地震で多くの人が屋外に避難していたためとみられる。さらに4日後の10月30日には、一連の地震で最大規模となる M6.6 の地震が発生した。2017年1月18日には M5 クラスの地震が4回発生した。 ペスカーラ県ファリンドラで地震によって誘発されたとみられる。大規模な雪崩によってホテルが埋まり29人が死亡した。震源に近いアマトリーチェやアックモリではメルカリ震度階級内を記録したとみられる。未明の地震だったため大半の住人は就寝しており、多くが建物の下敷きとなった。新王付近はウンブリア州、マルケ州、 ラツヨ州の三州が境界を接する地域である。被害は主にラツヨ州やマルケ州で出ている。特に観光地として知られ、多くの観光客が集まっていたアマトリーチェでの被害が甚大と報じられている。また、アックーリペスカーラデルトロントでの大規模な被害も伝えられている。1979年、1997年の2回に、わたって大地震によって、 大きな被害を出していた過去のあるノルチャでは過去の被害を教訓として官民共同で耐震対策が強化されていたことから人的、物的被害のどちらもほぼ皆無だった。この地域に地震が多い原因としてイタリアを貫くアペニン山脈が地殻変動によって北東、南西の2方向へ年平均3ミリ程度引き伸ばされていることをイギリスのダラム大学 地球科学講師、リチャード・ウォルターズが指摘している。この地域だけでも2009年のラクイラ地震、1639年のアマトリーチェ地震、1915年のアベッツァーの地震などが起きている。2016年8月24日未明以降の周辺地域で確認された余震の回数は27日現在で900回を超えている。 保険金の請求額は2016年8月26日時点で1億から2億ユーロに上るという推計を格付け会社フィッチ・レーティングスが発表している。26日時点での被害総額は復興費用として確保されている140億ユーロに達しないとの見方をイタリア政府インフラウニュデルリオが示した。なお、イタリアでは災害保険率が低く、 住宅用不動産は一般的に地震保険に加入しておらず、業界団体アニアの推計でも住宅3300万戸の内民間地震保険に加入している割合は1%未満となっており、地震による損害の大半はイタリア政府が負担することとなっている。二千十六年八月十四日の地震発生当日にはイタリア軍を含む四千四百人以上の救助隊が 特殊重機やヘリコプターなどを使用し瓦礫の撤去を呼び徹夜で救出、捜索活動を行った。翌25日、イタリア内務省はイタリア軍をはじめとする政府救出活動により238人を瓦礫の中から救出したことを発表した。出動した救出作業隊の内訳は25日時点で、イタリア全土の99の捜索救助センターから、 集まった1027人の消防士、57部門の建造物、緊急活動機関、通信分野などからの専門家、32匹の救助犬、40連隊のイタリア軍特殊作戦軍、6機のヘリコプター、2機のドローン、2機の重機、また民間救助活動として、アマチュアと自治体単位で607台の車両、1110人の労働者、 それに関連する被災地から5つの市町村を結ぶ道路で道路整備のため交通警察176人と工事作業員322人がそれぞれの作業に従事している。2016年8月27日現在の避難者数は2000人以上31日時点の死者数294人に26日時点での負傷者数は388人に達している。 アメリカ地質調査所は被災地域にある建造物に耐震性の強弱のある建物が混在していたことが大きな人的、物的被害につながった原因となった可能性を示唆した。イタリアでは1970年代より耐震に関する法整備が始まり、2000年代以降には本格的な耐震基準が定められたものの適用対象は新築建造物のみであり古い。 建造物の耐震化が大きな課題となっていた。2008年の民間調査によれば国内中部では全体の14%しか耐震基準を満たしていなかった。また国土内には歴史的建造物が多く歴史的建造物の保全に関する各種制度なども耐震化対策の施行をためらわせる原因の一つとなっている。そしてイタリア政府が ヨーロッパ最大規模の債務問題に直面しており、それによって民間セクターに奨励策を示唆したり、あらゆる公共建造物に安全対策を施すに、必要な投資を行う余裕がないことも指摘されている。東海、損壊した建造物115件の一部に、公費節約のためセメントより砂を多く使用し、建造コストを下げて建てられた手抜き工事の疑いが、 あるとして、地元の検察当局が過失致死の疑いとして関係者の法的責任、追及を視野に入れて捜査を進める考えを示している。また、最も被害が大きかった町であるアマトリーチェの建物に占める RC 作りの建造物の割合は、わずか9%であり、半壊、または全壊の主な原因は、壁と壁の結合の不足、壁と床の不十分な連結、 質の悪いいい作り建造物ととったた脆弱性因子が存在していたことにある地震の切迫性を住民に通知しなかった当局についても過失を非難する声が上がっている。イタリア政府は2016年8月24日2億3500万ユーロの緊急支援を決定した。イタリア首相マッテオ・レンチは対応のためフランス訪問を中止。 24日夕方に被災地に入り被災者や救急隊員を激励した。また、続く2016年8月26日には、政府は被災地に対し非常事態宣言を行った。また緊急支援金として5000万ユーロの拠出も合わせて発表された。27日には、大地震が発生してから3日目ということで、生存者発見の可能性が薄れたことから、 政府は27日を福物の日に定め、犠牲者への弔意を示すために、国内各地で反旗が掲揚された。また同日、被災地に近いマルケ州の州都アスコリッピチェーノで、犠牲者の国葬が営まれ、イタリア大統領、セルジョ・マッタレラ、イタリア首相、マッテオ・レンツラが参列した。東京の中日イタリア大使館は2016年8月30日。 イタリア中部地震被災者のための義援金を受け付ける当座預金口座を開設した。赤十字イタリア赤十字社は公式ツイッター上で通信回線確保のために Wi-Fi のパスワードを削除し一般開放することを呼びかけた。テレコムイタリアイタリア通信社大手のテレコムイタリアは24日固定電話回線及びモバイル、インターネット回線確保、電力回復、 衛星携帯電話などでの通信手段支援のために技術者によるタスクフォースを被災地に派遣したことを発表した。復興支援の国際新善試合イタリアのプロサッカーリーグセリエ A に所属する AAS ローマは2016年9月3日アルゼンチンのサッカーチーム c a ん、ロレンソでアルマグロを迎えてイタリア中部地震の被災者に向けたチャリティーマッチを行った。 アマトリチャーナを通した支援、アマトリーチェが甚大な被害を出したことから、同地に由来するパスタ料理、アマトリチャーナを通して、被災地との連帯を表明する活動がイタリアを中心に広がった。イタリアのブロガーによって提起されたもので、レストランでメニューにアマトリチャーナを加え、アマトリチャーナを注文した客と提供した店舗が一皿に、月1ユーロずつをイタリア赤十字社に 義援金として寄付するというものである。同種の動きは日本を含め世界各国に広がった。国立博物館及び美術館の支援イタリア各地の国立博物館及び美術館は入場料による収益を被災地に寄付するキャンペーンを行った。エレバンのイタリア大使館前に備えられた花、ローマ法王フランシスコは24日の地震発生を受けて予定していた。 定例演説を中止、バチカンのサンピエトロ広場に集まった数万人の聴衆に対し深い悲しみを覚えたことを述べ、犠牲者への祈りを共に捧げるよう呼びかけた。神戸国際支援機構日本の神戸国際支援機構は2016年8月24日、緊急救援募金の受付を開始した。群馬県前橋市、渋川市、神田町被災地周辺に有効都市、 姉妹都市を持つ日本の群馬県前橋市、渋川市、神羅町の3市町村は被害状況の把握に努め、このうち神羅町は単独で2016年8月26日までに募金活動による義援金を送金する決定を行った。熊本県や熊本市、熊本県国際協会熊本県国際協会では2016年4月の 熊本地震で海外からも義援金が寄せられたことから、その恩返しとして、県庁や熊本市役所のほか、銀行口座を通じて、義援金の受付を8月30日より開始した。ドイツ政府ドイツ首相のアンゲラ・メルケルは2016年8月31日、イタリア中部地震で倒壊した小学校の再建をドイツ政府が支援すると約束した。この地震が発生した日と同じ日に、 ミャンマーでは M6.8 の地震が発生している。ありがとうございます。